ガリックのゆうくんと合流して、飯食って、だべって、メインレースを見て行きましょうという感じですね。ゆうくんはどこかな。多分広場にいるって言ってたんだけどな。めっちゃイベントやっとる。ああ久しぶり久しぶり、超かわいい。かわいいでしょこれ。コクーン2でいい？ご飯いいよ、初めて来た。ほんと久しぶりじゃないですか。ね、元気してた。ちょっと体調悪い。ヤマハの電動チャリ乗ります。ここだけ取らせてください。あ、今これでアシストかかってる。あ、これあのバックライト今つけた。あ、バックライトつけた、はい、あ、ありがとうございます。よし、じゃあ行ってきます。あんま推奨できないんですけど、ちょ僕ら立ちましょうね。あ、なるほど、この爪で刺さってる。パコッとついてるだけなんで。ヤマハ電動チャリの感想は良かったですよ。良かったですか？全体的に重かったね。まあそうだね、前だけ後ろだけじゃなくて全部、ね、そうだね。電池切れたらヤバそうだけど、でも電池切れてもまあ平坦なら走れるんで。あ、そうだね。あれで、ね、白石峠とか行ったら多分20分ぐらい絶対出せる。みんなもタジタジだよ。サイクリングマンに場所取ってもらいました。いえ、目が近い。朝9時、小枝ちゃんもいます。オンパレードすげえズーズーしく前に来ました、ね、ちょっと恐縮ですけど、とりあえずちょっと本戦楽しみます。あれ今日で10個目ぐらい飛んでるの。あ、そうなの、はい、うわここすごいね。低速の音聞こえるね。チャ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 。ここでみんな重くするんだね。なるほど。で下ってグヤっていくと。ちゃんとケントさんがあの走ってる。めっちゃ普通だって。またブログのネタになります、ね。めっちゃ普通。いや本当はね、ワンペダンネタやろうと思ったんだけど、ちょっと空気が違うな。これやばい、ダメなやつだな。ピリピリしてましたもん、ね。そうそうそう。ニヤニヤしながら笑ってる。めっちゃ笑ってんなと思って。ああっていう。結構恥ずかしそうでしたね。そうそう、サイクルヨーロッパね。当たらずに帰ってくる。何も見えない。
すごいそう。あ、苦しそうだね。めっちゃ画質綺麗じゃないですか。どうでした？楽しかったです。よかった、よかったっす。来年ね、ここでできればいいね。楽しみ。走ればいいね。走ればいいね。その時までに、埼玉市に引っ越しましょう。すげー、よかった。おお、まだ来る？やっぱ機械さすがですね。いや、感動のあまり泣く。ジョンさんの言う手前以来。いらんことを言うんじゃないよ。動画貼り付けますんで。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。皆さん自転車どこ止めたの？じゃあのー、あそこ同じ。